このように一緒に集まることをやめたりしないで、変えて励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。あなたは世界を生かす宣教師です。荒れ果てた譲りの地を継がせよう。ハレルヤ。イエス안에즐겁고기쁜길이있습니다。イエスの中に楽しい喜ぶ道があります。この1週間ただキリストを見合おって現場で勝利する皆様になれることを祝福します。続いて本日の部分を見ています。本日を失うと全てを失ってしまいます。その本日は福音ができるほど人生が変わると先週には見ました。福音の本日を知らないと人生が始まらない。今うまくいくかそうじゃないかが重要じゃないんです。福音を本日を分からないと、ヨハネ8章44節、悪魔の子、8章の最後の部分に、嘘つきの父、嘘つきのサタンが私たちを試していると。それで毎日私たちは福音が福音にならなければならないんです。今日のタイトルは福音を福音として味わう信仰の人です。福音を福音となす信仰の人です。皆様一人一人そんな人になれるように祈ります。どんなに祈りをたくさんして、それも重要なんですけど、一人一人がどんな現場でいても、あなたを通って福音が福音になれるなら、全ての祝福の門をあなたに開きます。時代時代こそこと福音になった人を中心にして歴史を動きました。それで私たちを信仰の人として立てる、私たちが立てることを神様は望んで、皆さんによって福音を福音になれる信仰の人として立たせようと望んでいます。だから私たちは目の前にあることに関心があるんですけど、それを失わないように、失おうか転がって、でも本当に福音を福音で味わう人は、目の前にあるものよりその以後のことを見えます。ヨセフがもし奴隷に売られて、そのために目の前のことに転がったら、本当の答えを味わえなかったと思います。神様の絶対的な計画はヨセフを通って持っていました。でもヨセフが目の前のその現実で本当に転がったら、神様の計画はもう成し遂げられるんですけど、事件では本当に恐ろしくそれを過ぎるべきでした。でも私たちはちょっと遠く見る、そんな目が開かなければならないんです。大部の人たちが目の前のそれを見ています。また表だけ見ています。内面も見えなく、それで大勢の人々がなぜ目の前のことだけ見てないんでしょうか。自分の考えと水準に
囲まれているからそうです。自分の水準を超えなかったら私たちは信仰を持てません。それでこの時間、私と皆様には私を水準を超える祝福があることを祈ります。他の人が私たちを見て本当に信仰の人だった、それが見えなければならないでしょう。じゃあ見えようとして努力する必要はないんですけど、他の人が見て神様の御言葉が本当に生きている御言葉だ、神様を信じるというのはこんな祝福だというのが見えなければならないんですけど、それは私の水準考えではできないんです。本当に信仰の人になった時、なれる時、他の人が私を見る時、神様が生きて働いていることが見えると思います。これで本当に今日御言葉を受けて福音を福音で味わう信仰の人として立てなければならないと決心決断する時間になるように祈ります。今日の本文はパウルの告白です。パウロはヘブライ人で律法学者で博士でパリサイ人の中でパリサイ人であったんです。そのパウロが本当に世の中で誰よりも優れた人であったんです。そんなパウロが自分の過去を見て考えたのは、本当の福音を知らなく律法でイエスを裁き迫害して生徒を殺したことを分かったんです。事実パウルはキリストを会う前には律法的な目で全ての時間と人を見たんです。それで聖書を持って行ったんですけど、聖書はそれで一番重要なのはキリストを悟らなくてキリストを体験できなかったんです。聖書はキリストのみ私たちに言っています。で、聖書を持って行ってもキリストを信じなかった。それでパウルは自分の人生で本当にたくさんの勘違いがあったことです。ある日パウルがダメセクで復活したイエス・キリストに会って、その後パウルは全ての人生が変わったんです。聖書を見る考え、世界観、すべて自分が今までの知っていたそれを捨てて、イエス・キリストを分かるその知識が一番だと告白したんです。以前には十字架、それは本当にただ罰の呪いのシンボルで十字架を思ったんです。で、本当に神様に呪われてイエスが死んだとそんなに思ったんです。で、キリストに会って十字架を見たらそうじゃなかったんです。私が死ぬべきなその十字架で、私のため十字架に釘付けされたイエス・キリストのため、私のすべての罪が許されて、その事実ことを分かって、パウルはコリント1章2節にイエス・キリストすなわち十字架につけられた他のは何も知らないことに決心したからと思ったんです。イエス・キリストを信じる人を殺すことにリーダーになったパウルが十字架のことを分かった後、今から十字架につけられたイエス・キリスト、その他のことは知りたくないと、ただ十字架のことのみ誇ると、
コリント1章18節にはイエス・キリストの目に責められたところのないものとしては最後まで固く、で十字架の道は滅亡する者には愚かなもので、救いを受ける私たちには神様の力であると。神様の力、パウルの全ての人生が変わったでしょう。それでローマ書1章16節には、私は福音を恥とは思いません、福音はユダヤ人をはじめギリシア人すべての人に救いを得させる神の力であると。この福音を与えるため主がすでに旧約にすべてを通って予言した部分、それがローマ書1章2節でしょう。この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもの。またローマ書1章4節には、清い聖霊、御霊によれて死者の中からの復活により、これが福音の核心です。預言されて人間の問題を解決するため、預言されて人の体に来られて十字架に死んで、初代教会ローマを生かした全ての破壊を勝利した。それはキリストが私のため十字架に死んで復活された、今生きている、それを初代教会は握ったからです。単純に聖書を見たんじゃなくって、聖書の中で主が本当に主に語られている、それを分かったことです。単純に十字架だけ見たんじゃなくて、私たちの全ての罪を解決した十字架の力、それを十字架を見ること悟ったんです。だから私はただ十字架のみ誇ると。それを持ったパウルはユダヤ人を見たら、パリサイ人を見たら自分の前の姿と同じなこと、宗教的に生きている、それ自分の愚かな姿でユダヤ人たちが生きていることを見て、本当に救われることはキリストを分かる、この福音を本当に悟られたら欲しいという心でヘブライ書を書いて手紙で送ったんです。ヘブライ書の一番重要な、それが福音を味わう信仰の人として立てなさいということです。あなた方が今信じている律法じゃない、宗教的な熱心じゃない、それでは救われないから、福音を私たちに与えてくださったという、福音を福音になす信仰の人として立てなさいということでした。それでヘブライ教会に手紙を送ったんです。第1番目、福音の本質を知る信仰の人です。福音の本質を分かる信仰の人という、その時ユダヤ人たちはイエスを侮りましたバカにしたんです。それでユダヤ人もヘブライ人もそんなに思ったんです。本当に罪から死亡から解決する道は宗教ですか、律法ですか。律法の下で自分の行いで救われると信じている
ユダヤ人に本当に私たちそこから解放されるのが宗教でできるか、福音が19節に、ただイエス・キリストの血によって対談に誠の聖書に入ることができると、イエスの血によってだけで罪と司法の法律から私たちを解放すると、それでイエスの血によってまた20節には重要な談合が出ます。それは垂れ幕です。私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。神様にその垂れ幕のため、私たちが神様に行く道が開けたんです。前には旧約には聖書があって、その聖書のには1年大祭司長がただ1回すべての民の罪を持って、血で持って神様の前に進んで、そんな祭司を設けたんです。その地聖所に 誰でも入ることはできません。ただ大祭司長がそこに入って血を流す礼拝をして、罪の許しを受ける、それだったのに、イエス様が十字架に釘付けられるその時間、その垂れ幕が上から切られたんです。人が切ると言ったら下から切るはずなのに、上から切られたというのは神様がそれを切ったことを意味しています。それで神様に進む道を開いたんです。それで20節には、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださった、垂れ幕を通して、それで神様の前に進む道が開いたんです。その道は私たちのために、行ける道を設けてくださったと。私の力ではできない、神様から離れたその問題を終えた方がキリストであることを意味します。そこでまたその最後の部分に、垂れ幕は体であると、罪と呪いのため、そこから解放するため、イエス様が来られたんです。サタンの頭を崩すため来られたんです。その方がイエス様です。ここで礼拝している私たちと共におられます。ここは私たちのすべての問題を解決したイエス様が私と共におられることを分かっている人たちが集まって礼拝するところです。ここは本当に私たちに与えてくださったのが福音だったら、私たちに神の御子の身分を与えてくださったら、それを確認するためここに来ています。そんな祝福な場所です。ここはそれで行く現場ごと皆様を通って神様の力が確認される、そんな祝福がキリストによってあることを祝福します。キリストの福音のため私たちに確認されたのも体質も変わっていきます。私たちに与えた福音によって私たちが受けた傷も
抜けられ、福音だったら本当に全てができる。それが確認されます。毎日福音が福音になれる、その体験が皆様にあること。大勢の人々が福音を持っていても、福音で感動を受けるんじゃなく、他のことで感動を受けます。他のことでまた試みに合います。私たちがキリストのため福音を受けたら、キリスト一人で十分じゃなければなりません。隣に本質的じゃない、それで恵みを受け、それで感謝し、それで福音になっていますか？そうじゃないんです。福音で私たちは感動を受け、感謝があぶれなければならないんです。それで他のことでキリストのみ言うとき、キリストで本当に全部ができる。誠の弟子はキリスト一人で十分です。キリストで私たちが救われたから、キリストで消えます。花教会は本当に福音が福音で味わう、そこに証人になる私と皆様になるように祝福します。私の心の中心がキリストにあるか、じゃなかったら他のことに私の中心があるんじゃないか、他のことに心を奪われなくて、福音の本質を探していく皆様になることを祝福します。福音は唯一なことです。福音は完全なことです。福音は受けなかったらできないこと。福音は昨日も答えて、今日も未来も永遠で同一なことが福音です。また福音は人を生かす力です。そのまた本当の自由を味わえる。ローマ書8章32節、真理を分かって真理があなたたちを、問題があれば、問題があれば神様がない、問題がないと神様がいらっしゃる。で、問題があれば神様がなく感じる、本当でしょうか？問題があってもなくても本当に皆様は自由なものです。真理があなたを自由にする。でイエス・キリストを分かると、誠の真理が、自由がキリストの中にあります。ローマ書マタイ11章28節に、すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさい、私があなたのあなた方を休ませてあげますと言いました。本当にそこに入る皆様になるように、福音を味わえなくするピングを取る力がある。福音を味わえなくするキングピンが私の中にあります。福音を味わえなくする、そのキングピンを取るため、私たちには本当に福音の矢倉、力がなければならないんです。私が福音を受けたのに、なぜ私の人生がこうなるか、私が解決できない人生の問題の前で、本当に私が福音を知ってるか、福音を持っていたら私の人生がこのままでいいか、なぜ福音が福音にならないか、それ理由を探してください。
それで発見してください、見つけてください。それを変わらなければならないんです。それを変わるため挑戦しなければならないんです。キングピンはどんな意味でしょうか、どんな言葉でしょうか。ボーリングをやった人々あるでしょう。でボーリングするときピンが上がるでしょう。それ一番のピンを、それを頼るため、球を送ります。でも本当に上手な人は5番のボールを、ピンを、それをストライクができるキングピンと言います。革新的な部分、たとえアマゾンのジャングルがあります。そこに本当に木が、立派な森を、作っています。10メーターぐらいの大きい背の高い木を切って、それを輸送するんですけど、それで車ですれば、それが移る間乾くなって、良くないから、博物作業者たちがそれを、木を切って川に浮かべて移します。それで川を浮かんで切って、もしそこにいろんな雑草とかがあるから、そこにかかって、もし道路のボトルネックのように、そこにかかっ引っかって、かかって、通されなくなります。それでどうすれば、その問題を解決するかわからなかったんですけど、それを研究する間、それ一つを取ったら、その中の、それが、その キラが、キラを移そうとする間、いろんな事故もあったんですけど、その原因になる一つ、それを取ったら、引いたら、後の キラがうまく通されたんです。それがキングピンです。私の中でも、私が福音にできなく邪魔しているキングピンがあります。私の家庭にもそうです。一つになれなくするキングピン、教会にもそうです。何か一つになれなく邪魔するキングピンがあります。それを取らなければならないんです。私の人生でも同じです。私の目に見えない、私だけが知っている、その革新的な原因があります。それを取らなくちゃ、なんとか憂鬱になりますか。熱心に生きていても、ある日ちょっと複雑になり、そんなキングピンがあります。私の人生を疲れてしまう、あと幼い時から持っている私の傷、癒されていない、それ傷が癒されなかったら、霊的な成長ができないんです。自分だけが知っているキングピンがあります。普段にはよくメッセージを聞いて恵みを受けるように言うんですけど、ある日突然恵みにならない、それで御子になったにも、その福音が私の人生につながっていない、そんなにするキングピンがあります。それを取らなければならないんです。
私が間違った考え、比較意識、なんとか言い散らすこと、そんなことが私の中で本当に福音を味わえるように邪魔するキングピンになっています。それで礼拝するとき、本当に神様の御言葉で、生きている神様の御言葉で、それを体験すること、とき、私の中のキングピンが取れちゃうんです。また、教会で一番重要なのは訓練です。24年になって、教会の中で更新することは何かを考えて、更新できなかったら私たちの器が準備できなく、神様の計画が計画を成し遂げることができないんです。私の器ができなかったら、更新できなかったら、神様の答えを受けることができる、できないでしょう。それで訓練を通って、本当に自分自身を更新しなければならないんです。器を用意しなければならないんです。私の中で福音を味わえなくする、それを取らなくちゃ、福音が完全じゃなくて訓練を受ける、そうじゃないんです。福音を私たちが本当に味わえないから、その部分を分かるため、発見するため、癒されるため、訓練を受けるべきです。それで私が用意されるんです。今日から1時半、3月から6月まで3ヶ月の間、皆様導かれてください。今登録された方が230名です。1時半から20分まで50分の間、登録して、そのプログラム4つのプログラムがあって、それこそ訓練が皆様自身を交わします。それは福音を確認することです。感謝なことは、長老さんたちが訓練のことを知らせたから、私たち長老がまず必要ですと。それで私たちをまず訓練させてくださいと。弟子の組は長老さんたちで、今度は他の組は皆様が願った通りに、支援した通りに、それで本当に皆様にあるキングピンを取られる、そんな祝福があることを願います。皆様自身を本当に皆様がよく知っています。嘘をつかず、私自身をよく私が知っています。何ができていないか、訓練の間神様が答えを与えると思います。237国のため、地の果てまで私の中で隠されているそのキングピンを取りなさい。御言葉の中に入って、訓練の中に入って、実際的な神様の答えを確認する皆様になるように。私の中で一番大勢の人々が傷を受けるのが言葉です。教会だけじゃなくて、家庭でも社会でも、言葉です。言葉です。話、私にあるキングピン、それが私が勝手に言ってしまう、言い散らす
散らしているんじゃないか。イスラエルの体質をよく知っている神様がイスラエルの民にゼリコの像を回すとき、口を閉ざしてと礼しました。ただ口をつくんで回りなさいと言いました。また最後の日にも7回回って祭司長の命を受けて一緒に叫びなさいと言いました。それで本当に言うとき言って、言わないときに言わない、本当に言わないとき言わないことを言わない、本当に怒ったときに家庭でも親が怒ったとき叱るとどうなるでしょうか。それは本当に子どもに本当の毒舌傷を与えているんです。それで家庭で何とか恨みが出るときには我慢しなさい。ちょっと時間が経った後に言いなさい。怒って本当に言い散らさないでください。そうしたら子どもに本当にものすごい傷になってしまいます。それで教会にもいろんなことがあるんですけど、考えて言いなさい。直接言うまで祈ってみて、本当にこれが福音のためかちょっと考えて祈って言いなさい。言うときには言うのが必要でしょう。でも一言の言葉で千金の借金を免除されるという言葉もあります。重要なのは教会でも世界の現場でも本当に私たちが言い散らすのは福音に、慣れなくすることです。優先順位が重要でしょう。ヘブライ書10章24節にも優先順位をよく考えてみなさい、お互いに進み合ってと、愛と善行を促すように。それで優先順位というのはまずすることと後にすること、それをよく分別することでしょう。知恵がないからいつも急いで余裕がないんです。優先順位がよくできないと。それで優先順位が正しくなったら本当の知恵と余裕がそこから出ます。簡単に言えば、私の中で福音できなくする、私自身も知らずに金品を革新的な、それを取りなさい。それが発見できる1週間になれるように、それで訓練を通ってそれを見つけて、神様は私たちの水準と関わらず、私たちを呼んだその計画は2、3、7国を生かすためです。矢倉旅程道しるべ、何の意味か、それを考えてみて、探してみて、それが福音の核心です。主が私たちに与えてくださった祝福です。それを探して祈って、私も知らず福音が福音にならなく邪魔しているキングピンがあります。
本当に信仰の人として私の中にいるあるキングピンを取って癒される、主が癒されるように祈りの課題を持って、あ、一週間祈りましょう。祈りの課題です。一番福音の力を本日を分かって神の御子の祝福を明かる信仰の人になれるようにしてください。2番目、福音の中に生るけど福音を味わえなくする私のキングピンを取られる霊的な